アルカンが作曲した単調による12の練習曲オッパス39の第2曲1846年に出版された演奏時間は約8分から8分半2つの主題からなるロンド形式で書かれており全曲を通してというリズムが必要に繰り返されるロナルドスミスは曲中オクターブのカノンによってそうされる主題をハイドンの 弦学史重奏曲第76番のメヌエット学章の主題と比較して論じている。助奏なしに単調で開始される第一主題は軽快に奏され、すでに全曲を支配するリズムが現れている。第二主題では、旋律と伴奏音形の中に統一リズムが忍ばされている。続いて、第二主題が16部音符によって細かく奏される。 第一主題が再現されるのはこれらが終了してからで、あり、16部音符の音形と組み合わされる形で、クライマックスを形成する。その後、第二主題の再現を経て二長調のコーダへ入るが、ここでは低音でリズムが維持される一方で、第二主題が用いられており、最後は二単調のピアニッシッシモのは音で消えるように、終わる。 この部分についてスミスは同じく二単調で書かれたベートーベンのテンペスト・ソナタを引用したものであると考えている。解放するシャプルジ・ソラブジはこの曲には陰気で荒々しく非常に野蛮なリズムが見事に表出されており、オーパス39の曲集中でも最も独創的な作品であると考えていた。出典。ありがとうございます。